結構長期間にわたって自分の部屋に付箋でメッセージが書かれてどんどんそれが増えていくっていう、字が明らかに自分ではないという証言をしているんですが、まあ一体ね、何が起きていたのか。なんと犯人は、なるほど、結局そうだね、最終的には信じるか信じないかはあなた次第です。ホラーナイト、ホラーナイト、ホラーナイト、まあ、トライクでしょ、その可能性大ですよ。スピリッツオブパラを使っていくんでしょ。何それ、で子供の時とかよくあったと思うんですけど、うん、まあ何にもいないのに視線を感じるとか、いやあるあるある、めっちゃあるよ、うん、めっちゃあるの、布団から足出てたらなんか引っ張られそうだな、あーめっちゃわかる、寝る時ちょっと隠すんだよね、足ね、隠す隠す隠す。それの究極版みたいなお話が海外でありまして、まあ、お話っていうかまあ実話なんですけど、はいはいはい、そちらのお話をしていこうかなと。なるほど、はい、今回話していくお話は10年経ってないぐらいで起きたお話で、海外の掲示板に投稿された実体験のお話をしていくんですけど、投稿した男性、何が起きたかっていうと、結構長期間にわたって自分の部屋に付箋でメッセージが書かれてどんどんそれが増えていくっていう、俺らも一回動画でね、あったじゃないですか、あった名刺みたいな、裏に手紙みたいな、誰の文字でもないですみたいな、うん、まあ、あれのエンドレス版みたいな、うわ、ずっとあれがある状態ですよ。そうそうそう、その方曰く付箋は自分のものらしいんですよね、うんうん、なんだけど字が明らかに自分ではないという証言をしているんですが、まあ一体ね、何が起きていたのかというところをね、話していきます。おいおい、2015年5月2日ある SNS ユーザーが自分のアパートの中で奇妙な付箋のメモを見つけたことを投稿しました。それは4月15日に始まったといいます。手書きでやらなくてはいけない雑用がいくつか書かれた黄色の付箋が私の机に貼ってあったのだけど、それは私の字じゃなかった。すごく奇妙だったけど誰にもこのことは言わなかった。寝ている時に半分寝ぼけて走り書きしたのではないかと思ったが、やはり私の手書き文字とは違うようでした。投稿の1ヶ月前に始まったって感じだったわけじゃん、うん、うん。その時はもう普通に付箋を捨ててたんだって、よくわかんねえけどいいやみたいな、うん、君悪いし、うん、気にしないようにしようっつってな、捨ててたんですけど、それがね、徐々に捨ててる場合ではないっていう事態に陥ってしまいます。そっから2週間の間に続々とメモが発見されるようになってしまいます。最初はね、4月15日だったんで、その時は捨てましたよって話したと思うんですけど、うん、その4日後の19日にもデスクの裏から付箋が発見されるんですね。なんか場所も変だよ、変だね、変だな。2回目でさすがにちょっと怖いなって思った、まあ、その本人は監視カメラ設置することにしたみたいで、机が映るようにカメラを設置して、人感センサーかな、その辺で人とかなんか動いた時に録画が始まるようなカメラを設置したらしい、うん、あ、まあそこを疑うよね最初は、うん、それから特にメモは見つからないまま10日ほど経過しまして、うん、4月28日に投稿者が震えるような怖さを味わうことになります。なんだ、何が起きた、なんだなんだ、まあ、またメモが見つかるんですけど、うん、そのメモの内容が異常性を持っていたと。その内容がこちらなんですけど、大家は私があなたと話すことを許してくれないけれど、私たちが話をするのはとても重要なこと。ストーカーじゃん、うん、あ、なるほど、普通に考えたら怖いよ。そう、ね、でも何が起きたのかわからなすぎて、うん、そんなメモがあるんだぜ、突拍しすぎるもんね、さすがに。もしかも大家とか出てきたらなんかもう本当に家知ってそうですから、そうだよね、マジ感じされてる、なんか詳しそうじゃん、うん、確かによりちょっと恐怖を感じると。結局監視カメラ見てみたんですけど、まあ動作してなくて、カメラ自体がもう作動してなかったみたいで、まあカメラ撮ってはいない、一応いないってことだもんね、うん、まあ、そうだ、だから人が別にそこ誰かが入ってるわけではない、ね、そうだね、うん、まあ、ちょっとこの時点でまあ幽霊なのかなみたいなそんなことも思うし、まあシンプルにストーカーなのかなっていうふうにまあ本人も感じたそうですね、うん、この方、まあアパートに住んでいるんですけれども、まあ多分 1K みたいな感じなんですかね、部屋が多分1個ぐらいしかないんで、話からしてもう多分狭めの感じだと思うんですけど、5月1日に今度はドアの外側にメモがあって、内側にも貼られてたのって、しまいにはもう自分の部屋だけじゃなくて、うん、周りの部屋のドアとかにも貼ってあったの、怖い。この時にワンチャン大家なのかなって疑ったみたいな。あ、身の危険を感じた投稿者は
法的な措置を取れないか考えた。しかし付箋が自分のであるということと筆圧的に自分が持っているペンと一致したことから証拠にならず、どうすることもできなかった。もしかしたら自分なのかなっていうふうにも若干思いつつ、大家さんになんか相談した方がいいのかなみたいな感じで悩んでたみたいですね。まあ、その後にですね、入居する時の書類を見返してて、驚愕の死の史実みたいなところにたどり着くんですけれど、書類書いてたら、まあ、自分の筆跡で大体わかるじゃん、書類だから大家さんの筆跡があったみたいで、その筆跡が付箋に書かれている文字と全く違う。うわ怖っ。もういよいよじゃん、これ証拠なんじゃないかと、はいはいはい、いう風になったんですけど、監視カメラがあるんで、あ、そうだね、誰も入ってる形跡がないことからさすがに違うかなと。そうだよな。結局証拠が出ないままちょっと迷宮入りチックになっていってるんですよね。考えても分からなそうです。いや分かんねえな。ブレーカー落としたとか。だからそれができるのが大家でね。そう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 だね。そうすればね、そう電気通んないから、カメラも意味ない、メーターって大気通る。でも中に入んないと結局落とせなくない。そう考えたら幽霊とかしかないのかなっていう風にやっぱなってくるんですよね。まあただこのね、ミステリーしっかりと犯人がいたんです。こっちゃんと種があるんだね。きた、このような投稿に対して様々なコメントが寄せられましたが、ほとんどは混乱したものでした。ですがその中であるユーザーが天才的な提案をします。あなたの家の寝室は異様に狭くて窓もないというようなことを言っていたけれど、寝るときに換気が十分でないとか、建物全体に一酸化炭素が漏れている可能性はありませんか。手頃な値段の一酸化炭素検出器を使えばすぐに分かりますよ。多分ひどい頭痛もあるのではないでしょうか、という投稿があったんですね。頭痛ないですかって聞かれてたじゃん。投稿者さんは確かに頭痛があったらしいのよ。で、まあもしかしたらこの人に言う通りかもしれないなと思って、一酸化炭素中毒の検出器で検査をしましたと。そしたらね、ちゃんとね、一酸化炭素中毒になってたんですよ。あれ、何の結びつきがあるんですかっていうふうに、まあ、今んとこなると思う。まあなるほどね。まあ、なんとね、一酸化炭素中毒って度数、によって症状が全然違ってくるんだけど、最終的にはもう命の危険っていうラインまで行くんだけど、そのちょっと手前で記憶障害とか意識を失うっていう段階があるみたいな。はい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 。なんと犯人は自分だったんです。なるほど、ね、結局そうだね。最終的には自分だったのか。朦朧として失いかけてるぐらいのタイミングで何かメモを残してんだよね。それでもう無意識の行動をしちゃってると。だって最初ね、業務的なメモが来てたもんね。そう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 、そうだよね。だから自分の関係あることを書いてたんだもんな。朦朧としてきつくなってる時に、まあ、何かそういうことが起きてて、大家をね、ストーカーって潜在的に思ってたらしい。それはだからそれと関係なく思ってたと。元からちょっと思ってた、っていうのがあって余計ミステリーっぽくなってしまったと。意識を失う以外にも最初に言った通り記憶障害があるので、最初の頃とかそう自分のことだったじゃん。まあ、普通に書いても結局その部分の記憶がないんだよね。だから誰かが書いたのがここにあるっていうふうに思っちゃったと。で、まあ、最後に投稿者がね、一応こういうことを書いていまして、人間の記憶は曖昧なものだ、不可解なことが起きたらとりあえず一酸化炭素濃度を検出してみようという教訓となった。またネットの力で知らない誰かに救われることがあるということを教えてもらった。その人のアドバイスがなければ未だにこの人はずっと苦しんでただろうね。そうだね。これがミステリーっぽいけど、まあ、実は自分が犯人だったっていう話ですね。なるほどなぁ。そこだけはないと思ってたけど確かにあそれは人感センサーも反応しないよね。そうだね。筆跡が似てるってところもまたね、あ、大家とね。そう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 、うん、そこもあったから余計たまたま会っちゃった、うん、自分がそのもう朦朧としてる時に書いてたから、自分の字っぽくなかったっていう。ああ、そもそも大家の思い込みがあったから似てるっていうなんか勝手な判断が、まあ、そうだね、まあ、それはなんかその被害妄想みたいなのでそう見えたんだ。なんかちょっと興味深いし、なんか不思議なお話だったでしょ。まあ、そうだね。これがネットに出てその話題になったっていうプラスネットで解決したっていうのもなんか、だから面白いよね。いい話、いい話。ということでね、皆さんも周りにね、おかしなことが起きていたら一酸化炭素中毒を疑ってみよう。信じるか信じないかはあなた次第です。
最後警察のなんかそういう VTR みたいな。いやいやいや、だってもうこの投稿者さんが言ってましたから、ね、まあそうなんですよ、で我々も投稿者だからね、うん、そうだね、疑ってみようね、2個かけましたよ、ね、すごいね、行動的に行動的にまめにね、換気とかをしてた方がいいなっていう、あそうだね、空気の出入りが少ないような家に住んでる方はね、ちょっとそれしとかないと無意識のうちに一酸化炭素中毒になっちゃうかもしれませんので、気をつけてくださいという本日の星野先生でした。最後元気だ、最後元気、あ野球部。この動画少しでも怖かったり面白かったらチャンネル登録がよろしくお願いします。お願いします。それでは次の星野先生でお会いしましょう。バイバイ。